俺は中1の時はだって授業中にバイク入ってきたもんね。入ってきた入ってきた。中学の階段降りたらさ、階段でみんな進学してるの。隣の中学殴り込みに来たりさ。そうだね。うちもね、娘がテニス部なんだけどさ、やっぱりできないわけよ。でこの間でもやっと初めて大会やって見に行って涙出ちゃったもんね。やっとできたわけよ。その中学生たちは一生懸命やってきたけど大会ができないからさ。3年生か。そう、もう最後の最後、勝っても泣いてるし負けても泣いてるし、で終わった後にコーチも泣いてるしみたいな、それ見たらちょっとやべえみたいなさ。自分がなんかジョホールバルでゴール入れても泣いたことないのにさ、あれ何なんだろうね。俺だって引退した時に引退発表っていう、普通みんなやるよねあれ、うん、まあまあやるやつはね、僕は頑張っていきますとかやるじゃない。納得してないしさ、いきなりその外になるお仕事やってないし、泣くどころじゃないよ、もうあの死ぬか生きるかっていう話だから、ね、今だからさ、娘とかさ、ガイナーレがさ、選手が頑張って姿見るとさ、涙出てきちゃってさ、レオナルドが来た時にもうギリギリ上がれなかったらサインで、もうあの時俺の監督が中入って一言お願いしますって言って、もう喋ってたらもうバーン涙出てきて、もう喋れなくなっちゃってさ。水石泣くことあんだよ俺、毎日泣いてる。何で泣いてる。なんかあんまり俺ね、水で涙流して見たことないんだよな。お母さんの前で泣いたことはないだろ。違う、例えばさ、ドラマとかさ、映画とかさ、泣いたことある？ないでしょ。あるある、あるけど、泣かない。バカ野郎、なんでこんなのない、どうだこうだとかさ。どんなやつだこれ。俺、あんまりなんか見たことないな、それは。いや、泣こうと思ったら泣ける。それさ、俳優さんの意見で、ちょっとしたことでもあるじゃないし、負けたとかさ。小学校があったよ。プロはもう仕事だもんね。そうそう、負けて泣いてんじゃねえよって話だもん。そうそう、負けて泣くやつはちょっと信じられない。何で負けてんの泣くんだ。そう、人前泣くんじゃねえよっていうのは陰でね。あれでもね、新人で入った頃とかについていけなくて泣きそうになったことある、練習に。まあ、福田正人という怪人がいたから、あの男がさ、まあボロついてくるじゃん。でもなんだこいつって思いながらも、でも言われてることはなるほどな。だけど、あ、俺がそのレベルについていけねえんだなっていうところ、悔し涙的なことがある。だから俺レッツアイドルでさ、21でさ、誰も先輩も知らなくてさ、水内がちょっとこう気遣ってくれてさ、練習初めてトップの参加する、もう何にもできなかった。俺足速いけど、足速い関係ない、もうプレーのスピードが速くてもうついていけない。ボール触れないぐらいもう周りが速くて、ワンタッチでさ、もう次の動作に入ってくるじゃん。大学の時にはさ、パーンってパスしてから1、2、3ぐらいで動き出すのにさ、ポンポンってもういないの、あれいない、もう全くこれ無理だなと思って最初。でもそこに文句言われて。いや文句は言われてた俺も。いや俺めっちゃくちゃ言われてたよ最初。そのレベルにいない自分の悔しさと、え、なんだこの野郎って思う悔しさと、すいませんでしたって自分の方があったりして、まあ、昔はそんなにいっぱいあるよね。俺結構さ、なんかわけわかんないところで涙流すんだけど、ターミネーター2かな。ターミネーター2か。ターミネーター2ってさ、最後さ、こうやってこう、シュワルツェネッガーが、燃えていなくなるみたいなシーンがないのに、そこのシーン見ないと、みんなそこに泣くのか。水っつって俺なんかどんな映画見ても泣かなそうなイメージがあって、あとこんなのさとかって言いそうじゃない。いやそれ言ったらキリがないじゃん。だから俺自分が受け入れて感動しようと思えば感動するよ。いや俺だって娘がさ生まれてさ、ちっちゃい頃アンパンマンとかさ見に行くじゃない映画、うん、泣いたもんだって。アンパンマンもドラえもんとか、ドラえもんとかって泣いたことある？ドラえもん結構見てるよ。で俺も姉ちゃんがドラえもん大好きだから、あの人が歌ってるさ、うちの姉ちゃんはドラえもん泣くんだよ。俺もう映画の大泣きストーリーあるじゃん。その感動する部分が、あ、ここかっていうの分かっちゃうわけよ。なんか分かるけど、そういうことじゃねえなんて。ほらね、俺なんかもう娘より泣いてるからね。もうドラえもんのあのなんだっけ CG のさ、さよならドラえもんじゃないけど、なんかそのジャイアンツのび太が喧嘩するわけですよ。いつも逃げてたのび太君が、あの時ブワーだよ。水ちゃんなんていうのかなって言ったら、そんなの全然最初からやっとけばいいんじゃないとかで言うそこまで冷めてない。
その物語を否定はしないけど、むしろ歌とかの方が楽かな。見たことないな。確かに水内直美には見たことないんだ、これ。いや、俺は別に他の中で見たことないけど。酔っ払ってのある。意味わかんなくないけど。そうだね。ほんとよーって。ふざけんなよってなるもんね。そういうのはないな。いや、でも、よくね、スポーツと歌って、同じ感動なんだって、なんでかっていうと、まあ、映画とかそのドラマっていうのは作ったものだけど、リアルなものでそれってなかなかないわけじゃん、本気だからね。自分たちのさ、その青春時代のさ、音楽が流れればフラッシュバックしててさ、ダイヤモンドだねーなんて言われたらさ、あー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 みたいな、これはもうあれ俺高1だっけなみたいなさ、そういうのは、まあ、泣きゃしねえけど。俺神奈川出身でさ、で同級生でさ、一番すげえやつだけやったらさ、水内だったわけじゃん、俺ら仲間からしたら、ね、仲間のさ、ちょっとやんちゃなやつなのさ、水沢に試合見に行ったんだよ、朝日高校もやるなんて、上でさ、チアガールがさ、高校のね、同級生の子たちが踊ってるわけだ、やってたからさ、俺らさ、試合一番前に なぜか座っちゃってさ、チアガールずーっと見てたのね、こう、や足上げるから、まあ、パンツなわけじゃないけどね、じゃあ水内ゴール応援団の鬼が水打ちバーって走ってきたじゃん、ゴール入れて、うわ、けどだって、俺、たぶんやってたと思う。あ、こうなの。水打ちだよ、水打ちだ、こっちに来たよって、俺らの方に来てるわけじゃないの、俺らの方に来たよみたいな。なっててさ、なんで旭高校のお前、応援の前に座るんだこれでさ、俺らはさ、そちらがあるのを見てて、水打ちを見に行ったわけだよね、もちろん。そりゃ、なんとね。そうね。次の日に、チアの中に僕の高校の彼女がいたわけですよ。で、多分それ1回戦なんだよね、来たのが。2回戦、3回戦だから、まあその時に、次の試合は、チアガールを一番前にすると。高校のサッカー部の応援が主導なんだけど、それは逆にすると。どうしたって言ったら、すっげえ覗いてくるやつがいると。で、それを俺も高校の彼女が聞いて、なんだか流したの。で、実際変わったの。で、そのまままあ、選手権も終わり、ね、時が経って数年後ですよ、どうかなとこうあって、いや見に行ったよ選手権もうすっげえチアガールしゃべったんだねって言ったら、それはお前なのかと。何で、それの俺の仲間もうみんな水で会ってるもんね、あのもうもう中学校の同級生で、どこの中学校も、まあ、横浜だし俺も横浜だし、まあ、同じ地域でもあるからね、共通の仲間もいたりとかしてさ、でええー、なんつって、でもそれでも違う、その数年後じゃないよね、だから引退してからだよね、多分その話したら、多分俺の同級生を水内に初めて会わせる時があった、そしたらもうめっちゃ、もうそれは俺の同級生からしたらもうヒーローだから、水内、やっぱりあの時のリアルのヒーローだから、もうやべえ、水内大変なみたいな感じで行くわけですよ、会った時にその話になった。チアガールずっとパンツ覗いててさとかって言ってたじゃん、その時それが水内が俺のあれ彼女だよってなったら、みんながへーってなっちゃって、なんか聞いてたし、サッカー部からもエミアがいると、やっぱりこれは変えなきゃいけないと、チアガールが上にいるよりは下でサッカー部上に置いた方がいいだろうっていう話になって、あそこだけ柄悪かったもんね、十何年経って、お前みたいなそんな風にしてるやつとサッカー選手でした。そこでまたレッツで出会う、ご縁って不思議だなっていう。いや、まあ共通にほら岩本照とかさ、そう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 、ね、有馬健二って今アジアの監督やってるのもそうだけど、そういうのもいるんだけど、でも照と岡野と会うこともないし、最近はよく会うんだよ、一緒にご飯食べたりもしたけど、照はね、それ連絡先分かんなくて、去年なんかちょっとたまたま共通の社長さん誕生会みたいなって言ったら、照とか七海とかみんなまだ来てて、で野球選手とかすごい人たちが来てて、そこで久々だねって、話して、マジでよく分かんねえからね、全然よく分かんねえよ、じゃあこれご飯食べ行こうよって言われてさ、で三茶行くわとかって言ってるからさ、待ってたら来ない、電話もつながんないし、10日後ぐらいに電話かかってきて、もう行こうよ、いやあのさっつって待ってたんですよ、まあ変わってるんだね、まあ岡野のテールと小学校の時からで、俺は中学でテルと出会って先発とかでめっちゃライバルだったでしょ、水内からしたら、ポジションはほらあいつ中盤じゃん、どっちかっていうと、で横浜先発とかで一緒にやると、あいつがパスをくれるから俺はやりやすいやつで、まあ、小学校は横浜先発で1年ってなの、
ってる中学とかあっちのとこだっけ、あっち6つだな、そうでしょ、うん、で行ったらさもう長蘭でさ、うん、ユウとさ虎が入ってさ、あ久しぶりだねなんてさ、あの辺の土地柄もあるけどね、そう土地柄もあるけどもうひどかったもんで、俺この間も久々にちょっと2年前ぐらいかな、なんかまた久々に会ったから、うちの両親と仲良かったから、テルのお母さんと、うんうん、テルは、ね、母ちゃんがね、お母さんも会ってさ、うん、お久しぶりですなんつってさ、そしたらなんかその同級生の集いみたいなのあったの、もうやーからばっかりだもん、無痛だね、無痛だ、金沢八景、そこで講演会みたいなのちょっとね、やってよってテルに言われてさ、2人でこう喋ってたら、まあやからしかいない今でこそあの金沢のシーパラダイスができたけど、うん、あの辺も結構悪かったからね、まあとはいえうちも戸塚の方だからあんまりいい方じゃないけど、そうだね、もうあっちの方怖かったもん行くの、うちもほらおじいちゃんで鎌倉だったからさ、ね、あの辺の鎌倉さ湘南大和柄悪い、まあ怖かったよね、まあそういう時代だよね、時代時代、金八先生の流れがまだあるような時代だったからね、そう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 、だから俺は中1の時はだって授業中にバイク入ってきたもんね、入ってきた入ってきた、中学の階段降りたらさ階段でみんな死んだっつってんの3年生えそうやってやってるわけよ本当に先生注意しないしさ、やべこれ取っちゃいけないみたいな、どんどん隣の中学殴り込みに来たりさ、カツアゲもされるしさ、そうそうそう、で今なんかほら今日から俺はってなんかやってるじゃん、 あれなんかまさに俺らの時代じゃん、あの頃の時代の方が分かりやすかったよね、あの時代絶対こいつやろって言ったら本当にその人だったでもね本当にこう面白いよね、こう時代が変わってってさ、そうだよ、また新しい後輩たちが出てきて、だからサッカー界も J リーグもそうだけどさ、俺ら新人でさなんかすっごい先輩怖かったけど、まあ俺らぐらいになったらなんか後輩にも優しくてさ飲んでね説教したりあったけど、結構岡野は怖がられてたよ、怖がられてた、飲ますんじゃねえよっていうのはもうほら俺が言うと「みさちとお母さんお願いします」ね、バブル、バブルと言われてる時代ってやっぱ90年代になる、三菱入った時に多分ギリギリ多分最後のバブルなんだと思うんだ、分かんない、俺18歳で入ったから分かんないって、よく分かんないまま就職してプロ選手になり、例えば堀さんがさ、うんね、まあ、堀貴文さんがまあ、列に来て、まあ、岡野も含めさ、俺ら独身で、で、合コン行くぞって言われて、堀さんの大学の同級生が合コンを主催する、うん、で、その人は、電通です、博報堂です、はいはい、って言われてもさ、何その会社みたいな、大事で何ですかみたいな、さ、一回さ、博報堂ってから、合コンしてたらさ、英語で喋ってるさ、女の子がいてさなんかすっごい天狗というか、なめぎの女なんだよね、態度が。うん、英語でなんかさ、言ってたからさ、ちょっとさ、最後さ、二丁目がねって言ってさ、電話してさ、今から生意気な女の子たちいるから、連れてっていいですか、すぐ連れてきてと。で、連れてったら、相変わらず英語で喋ってさ、なんだこの店みたいな感じで英語で言ってたからさ、さその人がさ、あんたたち、アンヌジョを歌えるってなったじゃん、アン・ルイスの、うん。あそこで俺、初めて覚えたじゃん、そのツッコミ。はい。きれいでしょ、全然素敵でしょ、全然いい女でしょ、どこがええねん俺こそバブルだよ、そう、それでバーってやったらもう泣きながら歌ってたもんね、女の子ね、あんなプライドが高い女の子がそんなボロカス言われて、あ、行動だったっけな、どこだったっけ忘れちゃったけど、なんか英語で急に喋り始めちゃってさ、そうだから多分俺たちに文句言ってるんだよね、なんかそれは俺らもさバカだけどそこまでバカじゃねえからさ、そうそう、なんとなく分かるじゃん、なんとなく分かるじゃない、もうそれで勝ったんだよ、いや、ダメでしょそれ、合コンじゃねえじゃんなんで女の子帰らせるの話なんだけど、部活行ったからゲーバー連れてくのと部活だから返すのと、あの男だけで行くパターンと本当に盛り上げてほしいから行ってほしいパターンでいくつかあってね、さあ今日のゲストは、はい、もうね、入社って終わってる、なんで入社